ちは、いつも人名探偵コナンチャンネルのカミです。はい、今日は、コナンワールドに来ています。早速行ってみたいなと思います。今日は3月12日から8月29日まで限定のコナンワールドに来ています。ハリウッドドリームザワールドと赤井さんとのコラボや、名探偵コナンミステリーチャレンジ、ミステリーレストランなどがあるコナンワールドに来ています。では早速行っていきたいなと思います。コナンさんのグッズある？後で行こうか。12日から8月29日までの期間限定のミステリーチャレンジです。受付でもらった捜査資料を頼りに謎を解いていきます。実際に自らパーク内を歩き回り、ヒントを集めて謎を解いていき、リアルな探偵体験を楽しむことができます。はい、ということでこれでミステリーチャレンジが終了しました。無事解くことができました。大体頑張ったら、まあ、2、30分ぐらいで行けるかなという感じですね。内容についてはネタバレになってしまうので言えないんですけど、正解者だけに平治くんと和葉ちゃん、あとスマルさんのショーが見れるということなので、ちょっとそれも見に行きたいなと思います。皆さんもぜひ頑張ってください。捜査中、最中、追跡中、バレちゃう。これ買おう。これも買っちゃう。シルバーブレッド。どうやったのかわからないやつ。ラムネ。ビーフシチューマンです。そうそう、ビーフすごい好きな食感だ。ミスレスことミステリーレストランです。鈴木財閥がオープンする新テーマパークのプレイイベントで盗難事件が発生。会場に居合わせた安室さんやセラちゃんと謎を解いていき、犯人を探し出します。
食×ミステリー体験に大興奮の推理ライブレストランを楽しむことができます。ね、前も初日頑張ったんですけど残念ながら予約取れなかったんですが、こんな感じで大盛況です。ハリウッドドリームザライドと名探偵コナンが夢のコラボ。ハリウッドドリームザライドのスピード感と赤井さんの超絶ドライビングテクニックが見事にシンクロです。行ってきます。今回はお昼時を狙って乗ったので、なんと45分で乗ることができました。待ち時間の間も友達とコナンクイズを出し合ったりしていたので、あっという間に時間が過ぎ乗ることができました。いやもうね、今乗ってきたんですけど、もうむちゃくちゃ最高でした。もうジェットコースター好きっていうのもあるんですけど、あの迫力のあるスピード感のあのジェットコースターと赤井さんとのコナン君との掛け合いのカーチェイスの感じがもうすごく良かったです。もうずっとコナン君と赤井さんの声聞きながら乗るんですけど、もうね、むちゃくちゃ最高。これはぜひともみんな乗ってほしいです。ちょっとね、ジェットコースター怖いなっていう方も、まあ、頑張ってみる価値ありと思います。はい、ということで今日はコナンワールドを楽しんできました。でね、むちゃくちゃ楽しかったです。ミステリーチャレンジもやったし、ハリドリも乗ったし、ただレストランに関してはちょっと残念ながら予約は取れなかったんですけど、3月12日から8月29日まで限定でやっているので、ぜひ、タイミングの合う方は行ってみてください。また、今日アミの購入したグッズ紹介やったり